素敵なアンコールありがとうございます。いやでも本当に皆様の大きな拍手、大きな感謝、すごく嬉しかったです。 OK、 それではですね、ラストに1個スペシャルな技をお見せしたいと思います。スペシャルな技、僕たちの限界をお見せします。いきましょう。世界トップレベルの技、もう皆さんお分かりだと思いますが、さらに1本増やします。9本、拍手がないんでやめます。ね、さっきの8本の時の盛り上がり思い出してくださいね。すごく良かったです。30秒前からいきましょう。皆様、本日は自発的なアンコールありがとうございました。本当に嬉しかったです。本当に大きな拍手歓声が最後にもう一度聞けるならば、いきましょう。僕たちの限界の技をお見せしたいと思います。世界トップレベルの技、さらに本数を増します。こちら10本、ありがとう。皆さん聞いて無理あのね、いっぱい練習しました、ただ無理なんです、はい、あでもちょっと誤解しないでほしいのは、無理といっても、まあ、プロのパフォーマーとしてね、この技はまだ完璧でないという意味です。本来ね、プロのパフォーマーとしてこう完璧でない技を皆様にお見せするわけにはいきません、いっぱい練習してるんですが、もう10年ぐらいかな練習してるんですが、いまだにそうですね、成功率は5回に1回とかそれぐらいなんですね。で、もうぶっちゃけていってしまいますと、ここまでのパフォーマンスの内容は大体自分たちの技術の 60% ぐらいなんです。でね、別にこれは力を抜けるわけではなく、やっぱりいろんなね条件があります。僕たち緊張してます。あと微妙にこう吹き抜けてる風とかもあったりします。そんないろんな条件があって、それでも完璧にやるのは難しいんです。ただこのラスト10本はですね、 100% の力でやって成功率が悪いんです。だからね、正直できるかどうかわかりません。ただ挑戦という形でやらせていただけたらすごく嬉しいなと思います。皆様やってもよろしいでしょうか。イエーイ。本当なんか来るなんて結構みんな本当あったかいね。 OK、 頑張ります。これが企業ブラザーズ最後の技、全力でやらさせていただきます。すべてのピンを投げ上げ、地面に落とさず、また僕が10本滑る受け取ったらそこで初めて成功です。はい、まあ本当にできるか分からないですけど、まあ、3回ぐらいチャレンジしてみたいと思います。それから、まあ、皆さんね、今回ね、どういうイベントか分かってますか。今日のこのちょっとパンフレットあるかな、よいしょ、ちょっと待ってね。